が意識してたのは実は触ってる方じゃなくてこっちの立ち足なんです、はい、立ち足でこうリズムを作ること、はい、あと僕得意だったのは、まあ、ここからグッとこう出てくるドリブルが得意だったんですけど、はい、結局ボール触るのは柔らかくタッチしてあげるだけでこっちの足でしっかりとグッと出てくる、ドリブルの中でもそういうこう緩急の変化だったり、はい、相手に向かって勝負することもそうですし、はい、自分で工夫してドリブルを練習してました。ただ単の練習だけではなく、もう一つは僕得意だったのは、はい、ダブルタッチが得意でした。これで小学校の時はよく抜いていたんで、はい、まあ、ドリブルしながらちょっとこう入れて、こういうような体でフェイントしながら